SBC 子どもニュース、今日の担当は大地です。楽しみながら仕事を学ぶ SBC 子どもフェスタが長野市で開かれています。会場となった長野市のトイゴには美容師や消防士など様々な仕事を探検できるコーナーが設けられました。そのうち SBC のテレビスタジオでは実際使われているテレビカメラを操作したり、カメラに向かってニュースを原稿を読んだりしています。 SBC 子どもフェスタは午後5時まで仕事探検以外にもマジックショーや人気漫画家のサイン会など丸沢なイベントが行われています。続いて天気予報マホがお伝えします。今日の長野県内は全域で青空が広がって穏やかな行楽日和となっています。長野地方気象台によりますと、大陸からの高気圧に覆われているため長野県内は朝から晴れて気温も上がっています。日中の最高気温は長野25度、松本26度、飯田 26.5 度など各地で平年を2度ほど上回りそうです。ただこの後天気は次第に下り坂に向かい、明日は雲が広がって午後からは雨が降り出すところもありそうです。以上、大地とマホがお伝えしました。お疲れ様でした。